オルガンライフ自然に生きる。まあ今日は取って出しみたいな感じで、感じたこと。通信アプリの LINE。まあ無料通信アプリとかって昔言ってたけど、今はもう LINE で通じますよね。1年か2年ぐらい前は、通信アプリの LINE とか、無料通話アプリとか、あと、旧社名、まあグループなのかな、ネイバー LINE とか、そんな言い方してましたけど、今は LINE と言って通じる。まあ、釣りやってる人だったら、釣り手のことを LINE という。まあ、どっちも舌を落とすんですよね。LINE じゃなくて LINE って、どちらも。ただ、まあ一部の業界、まあそれでも釣り糸と、通話アプリの LINE、混同することはないですよね。普通はないですよ。ないはずだと思う。まあ今日はこんな、この LINE のその一般名称とかそんな意味とかじゃなくて、あのアプリケーションというかシステム。まあインフラっていうのかな。インフラって知らなんか、システム。あれが、どこを狙おうとしてるか。それ最近感じたんですよね。個人だろうと言われそうだけど、私たち。まあ、LINE に落とすのは、もうスタンプ代ぐらいなんですよね。スタンプ代と LINE アウトぐらいか、電話の。ただ LINE アウトもそんなに使ってないだろうって考えると、まあ、私たち、一般消費者は、スタンプ購入。そのぐらいを、この LINE に払ってる。そんな感じだけど、まあ、それじゃあ、そんな大きな儲けはないだろうって考えるんですよね。あんな大きなもの作ってて、まあ、なんか、ちょっとしょぼいなとかって思う。LINE じゃ、スタンプの収入だって、すべて LINE が手にできるわけじゃないですからね。クリエイターに払わないといけないわけですからね。一部。だからその、クリエイターに払った残りだけが儲かるみたいな。ただまあ LINE。私は企業向けな、企業か、それ私は LINE、企業からお金を取ろうとしてると思うんですよね。それ最近感じたこと。企業とかで社員たちがコラボレーション。まあ共同作業するときに、グループウェアとか、あとウェブベースの、自分の進捗とかを入れるツール、連絡するツール。まあ、あと、社内メールとかね。あ、そうだ、社内メール。それも、少し話し飛びますけど、ロータツノーツというものがあって、あれ、LINE にあるいい機能がついてるんですよね。いい機能というか、悪魔の機能とも言われそうだけど。開封確認が、昔からついてました。開封確認って言うと、なんだって言われそうだけど、既読ですよ。そのメールを読んだかどうか。それが分かったんですよ。ロータツノーツでメールを送ると、あ、この人メール読んでるなって。開けたなってことが分かるんですよ。ただそのノーツの機能。まあ、正直、すべて LINE に入ってるんですよね。だからそういう意味で、そのノーツじゃなくて LINE が便利。あと、コラボレーション。グループウェアで、自分たちの部署、またはグループで一緒に会話ができる。それ、LINE のグループですよね。そのスタッフ間でグループを作って、それで仕事のやり取りとか、あと報告書のやり取りとか、ファイルとかも送れますからね。それでできちゃう。だから、それで会社のコラボレーションツールを使わなくなって LINE を使う。なんかそっちの方向に振り向けてんのかな。あと LINE、パソコンでも使いますしね。パソコンで使えばファイル、画像ファイルとかパソコンで作ったものを送れますからね。添付ファイルはどんなのかな。ちょっとそこわからないですけど、添付ファイルは怪しいけど、画像とかはいけた。ハイパーリンクもいけますしね。うん。だから、LINE。この企業の、その仕事のための、このプラットフォーム。それを取ろうかなと思っ、それを奪い取ろうかなってね。そう感じてますね。あとはあれ、LINE って、1対1、まあ、知ってる人と知ってる人同士をつなぐ。それで、まあ、誰か知らない人からメッセージをこう集める。それが苦手だって言われてるし、実際苦手です。
あと LINE の方もあまり知らない人とこう繋げてくれるなっていう、そういうことを言ってるんだけど、それはアット LINE があるんですよね。仕事、まあ、商売とかやってて自分たちの問い合わせを LINE で受けたい、その場合個人のアカウント、1対1で行うアカウント以外にその ID をみんなに広めていいようなアット LINE を使う。そうすると不特定多数の人からメッセージをもらうことができる。だからメールに備わ、だからメールに備わってること全て LINE でできるんですよね。グループウェアの中に備わってるコラボレーション機能、 LINE のグループでできますよ。そう考えると LINE、 企業からお金を取ろうかな、そういうところが見えてますね。またグループに関してはお金取らないですけど、まあそのうちその企業のグループウェアとか企業の階層か、企業の階層ってあるじゃないですか、この部署の、それを組み込める LINE というもの、そういうものも出してくるんじゃないかなと思うんですよね。会社向けに、会社向けにね。だから多分そこで儲けますよ。企業間通信のシステムとして、企業の中にメールシステムがいらなくなるかもしれないですよ。まあ確かに今メールって、まあ、特別扱いされてます。昔からそのウェブの中のプロトコルとして入ってたから、ウェブ HTTP とか、あとメール FTP っていうもの、まああれ一応ファイルをやり取りするプロトコルですけど、ウェブサイトを構築する人とかエンジニアしか使ってないですからね。ただそれ、ただ HTTP とメール、それは同じ立場にありますけど、まあ今いわゆるウェブ、昔からあったら失礼、昔いわゆるメール、昔からあったメールシステム、それは LINE に置き換えつつあるのかな、そう考えますね。 LINE 社、これから伸びますよ。個人としては無料で使う、それ企業に、そして企業からはお金を取る。まあ一般の人からとっては、まあ一般の人にとっては嬉しいのかなって、そう思いますね。